苫小牧の道央道で軽乗用車が緑地帯に乗り上げて横転し同乗者が車外に投げ出されるなどして3人が病院に運ばれました事故があったのは苫小牧市三沢の道央道上り車線できょう午前8時前軽乗用車が道路中央の緑地帯に乗り上げた後横転しました軽乗用車には若い男女4人が乗っていて 後部座席に乗っていたとみられる男女2人が車の外に投げ出されるなど、合わせて3人が病院に運ばれました。3人はいずれも意識はありますが、車外に投げ出された女性は全身を打っていて、強い痛みを訴えているということです。現場は2車線のほぼ直線で、警察は運転していた男性から話を聞くなどして、当時の状況を調べています。